県警本部捜査一課の刑事指導官、風間公親が以前逮捕した殺人犯が、出所後、事務員の伊上幸葉に接触。彼女のカバンに、犯人が当時凶器として使っていた千枚通しを入れた。風間から指導を受けている新人刑事の早田翔子は、幸葉が怖がっていることを風間に伝える。風間は、自宅周辺を警備させていること、そして念のため他の部署に移ってもらうことを幸葉に告げる。ある日、人気工芸家の浦間幹雄が、自宅のリビングで死体となって発見される。現場へと向かう風間と早田。遺体は腐敗が進んでおり、死後4日ほど経過しているようだった。風間から所見を求められた早田は、遺体の頭部にある傷が真横よりやや正面についていることから、向き合っている時に殴られたものと判断し、顔見知りの犯行だと返す。ほどなく、隣の家に住む小学生から、裏間家から女性が出てくるところを目撃したという証言が得られた。また、裏間にはラウラというイタリア人の婚約者がいた。裏間はラウラに、ベビー用品を買いに行こう、というメールを送っていたが、彼女は妊娠していないらしい。一方、事件の直前と思われる時間に、道路の N システムに裏間の車が記録されていた。助手席に同乗していたのは、19歳の大学生、茅場千鶴だった。早田は、風間と共に千鶴のアパートを訪ねるが、